皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もストレイ遊んでいきましょう。さあ前回はドクターシェーマス、この絵この再開イベントを収録したところで、今回ね、いよいよ本間もの月移動に向かっていきますと、その前にこれね、ほら壁画ね、壁画っていうのかな、落書き、絶滅した我々の柔らかい肌の先祖は我々に町を残してくれた。我らの住居は彼らの遺産である。これ本当にね、1000年とか2000年後の日本とかどうなってんだろう。お、このドクとしてます、そのまんまバックトゥザフューチャー、そのパロディっていうかな、オマージュでした。これね、シェーマスではなくてシェーマスね、バックトゥザフューチャーの主人公のミドルネームで、これもシェーマスでした。マーティー・シェーマス・マクフライ。そう、なんかね、この救命胴衣っぽいのを着てんなと思ったら実はそのままだった。で、モモ、これはモモ違う、これ誰下水道ってこっち、モモはモモがボートに君を待っている。これ必要なことを全て終わらせたらそこへ向かいなさい。君がいたらドアを閉めてしまうから、ザークは入ってこないようにね。さあ、でこの先浸水してんだね。これでこっから先ね、そのディフラクサー縛り、使っちゃいけない縛り、これやってみようか。毒を見つけてディフラクサーを手に入れたなんて信じられない。今度はジーバルタザールを探しに行こう。さあ出発だ。そこの網、これは多分この猫ちゃんしか行けないと。ザーク、すぐあった。うわー、そこに足場っぽいものが見える。ほら、そこね、そこね、これだろう。よし行けと信じすらないで、こっからディフラクサーね、使えない縛り、ちょっとできるかどうかやってみる。これ絶対出てくるだろう出てきてからの、そこのこれ開かない、開かない、そこの上ではない。こうなるとこれか、わあ、これで生まれる、生まれたね、生まれたね。あ、そこにあのレバーか、これね、こう行ってこうか。で、で、え、これこっからどこ行くの。そ、あ、なるほどね、それ開くんだ。そい、で乗っかって、ここまで、あ、こいつら来んのか。よし、退却、はい、よしよし、この繰り返しね。
次はそっち？どこに行く？買いませんよ。そこ臭いね。そこね。電気管は全部壊れてる。手動で開けるしかなさそうだね。ただこの猫ちゃんはそっち？そっから上行ってそっち？何なんかせよと言わんばかりの。何？これ何してんの？ちょっと待って。そうやって固定できる。え？何してんの？これで下をくぐれ。はい、下をくぐる。どういうこと？あ、こういけと。はいはい、なるほどね。グーグー、君と一緒にはいけないよ。でも絶対に諦めないから。君がジーバルタザルとクレメンタインに出会ったら僕は勇敢のタロ伝えてね。まるで死んだみたいな。くー、こっから本番ですな。もう完全にエイリアンだもん。これ絶対枠駆け抜けだね。これは駆け抜けね。よし。うわ、ただなんか迷路っぽくなってる。こう来て、はい、よし。今のところね、積む感じはないけど。そっち。ねえ、こっち。下の底はいけないね。ならば、こっち。ただ、ここはね、これまずいね。これ、どういくんだ？こう抜けて、こう抜けて、どこ行くんだ？こっちか。光の差す方へ。これレバー系か？ちょっと待ってな。どっかに多分、制御盤、レバー。どこだ？どれだ？どれだ？なくね？どれだよ？一個もないよ。これ何すんのこれ。ここでこれ何する問題だ？これ何すんだ？ちょい待ってな。これ全くわからん。ここなんかある？これわからんな。多分レバーだ。開かない。あれ、なんか目の前に出てきた。と思ったら湧いてきた。こう来て、こう誘導して。こっからこれね。おい、来たじゃねえか、これ。あー、これまずい。あ、死んだ。これずっと死んだ。正面。これどうしようかな。これ。これも突き抜けかな。これ起動して、正面。それかぐるっとこう、完全にぐるっと一周する。ここら辺使えってこと？そっちの、これはいける？あ、いけないね。これ、突っ切れるか？こっち側に誘導してとか。あれ、あ、待って、普通になんかいけそうな気もする。あ、いけた。で？うわ、これなんだよ。さらになんかやべえの来たぞ。ジャンプ。はい。そっち。こっち。ディフラクサーは使ったんだな。こっち。
よし。で、ジャンプ。そっち。こっち？そうたら、これで終わりじゃないね。短すぎる。一旦爆走してみて、ほら、だってこれなんかやべえ前あるもん。なんだこれ？目玉か？ちょっと待ってな。そこの、こうか？こうだな。こういって、よし、ほら、B ちゃん、頼む。よし。で、こっち。何？うわー、ほら、あれ目玉か？全部。わかったわかった。そっちのあの、もう一個ね。対岸ね。そこ行けと。え、これ何なん？感触？こう抜けて、こっち。正面使ってからのこっち。よし。これならば、どうだ。よし。で、ジャンプ。よしよし。いいね。楽しくなってきた。こっちに？どう？ひときわでかい目玉なんですけど。ボス戦か？さあ、これ一発でかっこよく逃げたいんだけど、よし、正面。こっからどこに行く？正面。左ね。そっち。からの、こっちだ。こういう分岐点、こっち。そう、こっち来るよな。はい。さあ、なんとなくゴールっぽい。頑張れ、猫ちゃん。よし。さあ、これで金トロフィー。平和主義者。B ちゃん、死んでしまった。復活した。何だったの？そこは暗くて孤独で、またネットワークの中に戻されたのかと思いました。でも、あなたが助けてくれました。ありがとうございます。あれほどのパワーを引き出すのは、私の子にとって負担が大きかったようです。リフラクサーは完全に壊れてしまいました。気をつけましょう。で、こっからどこに行く？これで何？アウトサイドではないか、まだ。下水があるということは、それを使ってる町がある。お、人だ。第一村人。これはバラディン。下水道からの旅行者か。久しぶりに見るな。さっき連絡したのお前か。小さなアウトサイダーよ。アウトサイダーのジーバルタザルがお前を待っている。この村の頂上で瞑想している。これはザーク。ザークダメ。ちょっと待って。表情。見忘れた。何？なんたらビレッジ。
はい、なんとこの B ちゃんこそが科学者だった。それを忘れていた B ちゃん。さあ、でちょこっとだけスランプと、これ麻雀かな二人麻雀。すいません、荒らしちゃった。キャットストロフィーカタストロフィーの猫ちゃん版ね。ね、交流ができない。どんどん控えていく、破壊していく。とりあえずは上だね。どうした？他に何を忘れてしまってるんでしょう。両親、友達がいたはずです。みんなどうしているのでしょうか。あの町を解放したかったのですが、助けるべき誰かは残ってるのでしょうか。最初のあそこね、デッドシティ。先ほどは落ちてしまって申し訳ありません。私はおそらく地球上最後の人間です。さあ、私に何が残ってるか確かめてみましょう。かなり思い出していきました。どれほどの記憶を失っていたのでしょう。おそらく私たちはクレメンタインを探し出せれば、私は記憶を取り戻し、あなたは家に戻れるのだと思います。下に戻って住人たちともっと交流する、もしくはミッドタウンへ向かうことができます。これはそうね、一旦下かな。ちょっと軽く話しとく。せっかくだからね。何時よ、素晴らしいキングショー。体内に私を隠し、やがて私の墓となるのか。少し荘厳すぎますかね。ポエマーだね。ただ独創性を持ってる、多分。
グー。エレクトリックザック、そこら中に、グー。多分これは、あなたは、電気筋。これはすごい有名な小説ね。アンドロイドは、電気筋の夢を見るか。ザークパンは確かに回し車かわいいな。クレメンタインおばさん、尊敬の対象なんだ。立派な人。これ再びやっちゃうよ。すまない。本当にすまない。これはゴミ箱ブラウン。再び本当にすまない。ただやっちゃうんだ。体が勝手にで積み直してちょっと気の毒ね。ペンキのフレッシュな香りが大好きさ。これ彼らね、嗅覚あるんだ。センサーがある、どっかに。よし、さあこれでそっち、これね、こう登ってそっちの、これは、あ、来てるわ。で、このご飯屋さん、これ何食べてんだ。あ、ケーブルだね。ゴミつってるよ。で、からミコ、ブリキのコックと呼ばれている。残り物で美味しいものを作る専門家だ。で、今日のおすすめ、秘密のレシピで作ったラーメン J45。そりゃこれうまいのか、消化できんの。そこもいける。ここら辺はそうね、メモリーもない。いや、ね、これこっからこうか、こういってこれだね。よし、と花屋さん、これイベントっぽいな。ただ花、持ってない。写真だね、これしかない。花を取ってこい、すばしっこい。ここら辺にいる、いるんだったら掴めるんだけど。すばしっこい花、すばしっこい花ってなんだ。はい、こっから、こっから、よし。はいよ。さあ、でこれは連絡通路的なもの。とそこにこれだな。これは多分ヒューズかな。
とにかくもうミッドタウンの近くまで来ています。クレメンタインという方を探しましょう。彼女の写真があるのでこの辺の住人たちに見せましょう。何かわかるはずです。これで乗っていける？あ、繋がってんのか。こう来てこうね。そっち。あ、でメモリーと住人ね。なんだ、知ってる？めちゃくちゃ無口。これかな。ここにはたくさん本があります。チューニングテストの遺産、 AI の倫理学、知ってるものもあります。書庫を所有していたのでしょうか。あの本の香りやページをめくる音が好きすぎてゾクゾクしました。快感ともいう感覚です。本と一緒にいると大切な人と一緒に時間を過ごしているように感じるのです。はい、きっと彼もね、Bちゃんと同じく読書家だったんだろうね。じゃあそうですね、今回は時間の切りがちょうどいいんで一旦これで終わりにして、でまた次のパートにつないでいきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あと Twitter のフォローをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回ストーリーでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。